ポイント確認しますね。生地温度は23度以上25度未満です。この環境下ではスタッターを生地に加えてからだいたい4時間ぐらいで成形してあげるとちょうどいいと思います。発酵が早すぎる場合はこの4時間の部分を短縮してください。発酵が遅すぎる場合は逆に伸ばして調整します。ただここで 100% 発酵を取ってしまうと冷蔵発酵中に生地が持久力を失ってしまうので、ここでは 100% の発酵は取らないように、ちょっと早めに成形してあげるのがポイントです。生地は少し強気でいじっても大丈夫です。余分な粉は払いながら左右の生地を折りたたんで奥から手前にくるくる巻いていきます。この生地感見てもらうと生地が発酵し始めていて気泡をたくさん絡んでいるのがわかると思います。この細かな気泡は抜かないように、少し強めに成形してあげるとこの後の長時間の冷蔵発酵でも生地の持ちが少しだけ良くなります。仕上げに左右をシールしますね。この時も生地を引っ張りすぎて生地を切ってしまわないように気をつけてください。左右を丁寧にくっつけたら縁目を上にして発酵カゴの中に入れます。カバーをして冷蔵庫の中で休ませていきます。冷蔵発酵18時間の生地です。本来は復温は必要ないです。ただ日本のオーブン小さいですよね。海外のオーブンと同じように焼くのってやっぱりちょっと難しいので、生地量を下げたり、今回は40分くらいかな、復温させたりして工夫しています。それでも釜入れ時の生地温度は全然足りてないので、クラストの食感はそんなに軽くはならないんですけれども、それでもないよりはちょっとマシかな。お好みで復温の時間は調整してみてください。いよいよ調整していきます。オーブンの余熱が終わったら発酵カゴから生地を出していきます。ひっくり返して発酵カゴから出したら軽く粉を振ります。中心に1本クープを入れて オーブンの中に入れていきます。スチームは手動で、最初はスチームをかけて後半はカラッと焼き上げていきます。250度で25分から28分くらいですかね。こんな風にた
高さとボリュームが出ていれば上出来だと思います。少し派手めのブリスターと沿って立ち上がるエッジがコールドプルーフの生地の特徴です。それからちょっと厚めのクラスチック、ここが好みが分かれるポイントだと思うんですけれども、クラムはクープに向かって気泡が縦に伸びているのが理想かなと思います。しっかり寝かせるので味わいはほんわりと甘いです。酒種で作るとクラストも美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。